国道三百五号終点福井県南城郡南越前町今城インターチェンジ付近国道三百五号は石川県金沢市から福井県南城郡南越前町に至る一般国道である福井県入郡越前町五棒が平石川県金沢市から国道百五十七号や国道八号金沢西バイパスと重複して南下し野見市の大長野西交差点より分岐して 単独区間が始まる。東人坊や祈願、古町門などがある越前海岸の継承地付近を経由することから北陸の代表的な観光道路として紹介されることもある。終点は福井県南城郡南越前町の国道365号に接続するが実際の路線の端点は北陸自動車道の今城インターチェンジである。 一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び、経過値は次の通り。ほのけ山トンネルの冬景色福井県越前町の海岸沿いにある古町門は、歴岸が波と風の侵食作用によってできたホラー穴で、かつてこのホラー穴の中を国道305号がくぐり抜けており、天然トンネルを全国で唯一国道がくぐり抜けるという極めて珍しい場所で知られていた。 その後の2002年にこれを迂回するトンネル開通によって古町門は国道指定を外された。かつては南越前町内を南北に走る国道8号と国道365号の間を横断して菅谷峠を越える自動車通行不能な登山道の区間が約 4km あったが、このけ3トンネルが2013年に開通したことにより車両普通区間は解消されている。 1989年7月16日午後3時30分頃、越前町玉川の国道305号で高さ40メートルにわたる大規模な岩盤崩落が発生、落石防止用の副道を突き破って現場を走行中のマイクロバスを押し潰した。この事故でバスに乗っていた15人全員が死亡した。事故の瞬間はバスの後方を走っていた乗用車により偶然、 ビデオ撮影されており、高温とともに、バスが一瞬で押しつぶされる瞬間が映っていた。この崩落の12年前の1977年5月にも、現場付近で崩落が発生した。その措置として、福井県は、トンネル案と、海上道路案を提示したが、トンネル案は、玉川観音が素通りになり、海上案も、水産資源への影響による反対があり、中間となる、 原道にロックシェードを設置する案で決着した。崩落事故の後に迂回路として、現場の海側を通る仮設道路が建設された。1992年に玉川トンネルが開通して、崩落現場を含めた約 1km の区間は、立ち入り禁止になった。事故現場には1993年に、慰霊碑が設置された。玉川観音も立ち入り禁止区間に重なったことから、 玉川トンネル、南越前町川高校の近くに、人工洞穴を建設し、移設した。現在でも、旧道や仮設道路の橋脚は一部を除いて残っている。福井県蕨市二面付近国道8号との分岐、石川県加賀市分光町トンネル、編集道の駅、編集福井県入国越前町クリア交差する、道路交差する場所の括弧書きは地名。それ以外は、 交差点名、インターチェンジ名で表示。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。玉川岩盤崩落事故に関するカテゴリありがとうございます。